整備業界をぶっ壊す整備士重信です。春も過ぎてきて少し暑くなってきた頃ですよね。そんな中ですね、仕事をしている合間になんかこういうのがあったよっていう、まあ現実的なことを含めまして、実際あったことを含めまして、このテーマでお話したいと思います。まあ、人徳って、損得出るよねっていうテーマでお話したいと思います。で、これ何かっていうとですね、人徳っていうと、まあ人柄っていう言い換えてもいいかもしれないですね。ちょっと僕の中では人柄の方がいいかな、人徳っていうよりも。人柄で、なんだろう、やっぱり相手の印象でだいぶ変わるじゃないですか。なんかすごくそこら辺が、この人もったいないなとか、この人すごくいいなとかって、分かれてくると思うんです。なんか、まあ、人は結構、まあ、初見っていうか、外見でね、第一判断は外見でどうしても入ってくるんで、なんかそれのイメージが強いんですけども、その後っていうのは基本的になんかその人柄とか、じゃないですか。人柄とか内面とか、まあそういう方に、フォーカスされていくんじゃないかなと思っているんですけども、もうなんか、美男美女はちょっと、今回、関係ないのかな？いやー、めちゃくちゃ美男美女だったらもしかしたらね、そのまま人徳に変わる可能性もあるんですけども、まあ多分美男美女を含めたとしても、まあ僕別にそこに軽蔑とかしてないです。美男美女が妬ましいとかそういうのは全然ないんですけども、くそ、あいつイケメンだしなとかね。ああ、美女はもうあれだからすげえ得してんだとか、まあたまにちょっとね、思ったりするかもしれないですけど、まあそういうのさておいて、まあ、普通の人であれ、僕みたいにね、そんなに顔が整ってるわけでもなく、ルックスがいいわけでもなくですね、なんか、パッと見ちょっと怖い人でも、なんかその人徳っていうか、人柄によっては、なんかすごいプラスに転じる場合ってあるじゃないですか。まあ、そんなことなんでね、先日、ちょっと、車検場でですね、検査証受け取りの時に、ちょっと前からずっと並んでらっしゃる方がいて、なんかもう、すごいイライラしてる。もう、はっきり言って、すごいイライラした。なんかもう、足踏みしながら、少しこう、まだ、全然進まないよね。すげえ時間かかるよね、みたいなこと言ってるんですよ。しかもこれ、書類を、受け取ってくださってるね、その事務員の方の前でですよ。聞こえるように言ってるんですよ。これめちゃくちゃもったいないなと思ってます、これ。だって、もし同じ人がね、次窓口に来た時に、その人に対してね、今度は早くしてあげようって気持ちが生まれるかどうかなんですよ。なんかその場ではもう自分のその、感情に任せていろんなことね、ぶちまけて言ってるかもしれないですけども、ちくしょうせえなとかなんか言ってるかもしれないですけども、もうそんな基本的に損しかなくて、それ得をするってことはもうほぼない。むしろマイナスだと捉えていいんじゃないのかなってぐらい僕の中で重く受け止めております。なので僕は基本的に第一印象はやっぱり、まあ見た目も外見もまあ確かに大事なんですけども、それと同じぐらいも内面っていうか、その人柄っていうのは大切にしたいなっていうところがありますよね。だから皆さんも結構あるんじゃないですか。やっぱりなんか前に並んでる人もすごいイライラしてる人と、逆に、すごい楽しみだねなんて笑いながら待つ人は、だってどっちを応援しますかって話なんですよ。どっちを優先させたいですかっていう話なんですよね。もうそういった場合だって、お店側からしたらもう完全に、もうなんかウキウキして待ってくれてる方に、早くサービスをしてあげたいとか、早く物を提供してあげたいって思うじゃないですか。だからわざわざそれをね、イライラして感情任せに振りまいてる人のいいところに、別に、ちょっとあの人態度悪いなと思って、だからこちらもね、別になんか追加でサービスとかね、してあげようとかっていう気も多分、そうそうならないんじゃないのかなと思うんですよ。で、さらに加えて、それはちょっと僕が見た後、損のバージョンとしてね、その車検場で見た、すごい待ち時間、めちゃくちゃ待たされてるかのように。いや、僕の感覚だと多分、3、4分、5分ぐらいですよ。多分、書類出してから3、4、5分ぐらいですよ。それ待てないで、イライライライしていて、もう足踏みして、なんか遅くない？なんで俺の後から来たやつが早く終わんだよ、みたいなこと言ってるんですよね。まあ、そんなん得。ああ、そう、得じゃない。逆。もうそれ、損しかない。で、逆に、得な人、どんな人かっていうとですね、やっぱりもう、時間って、まあ、仕方がない。そうやって、待つ時間っていうのは仕方がないんだけども、結局でもそこで相手を敬う、
ってくれるところ、相手を敬う気持ちがあるっていうところだと、ものすごいなんかそれがすごい好印象見られるんですよ。例えばですけども、本当に長い時間待たせてるっていう場合でもですね、これもう、なんか向こうがもう時間がね、こっちずーっと待ってて、じーっと待ってて、いろいろこう、なんか時間潰しをしながら待っているところでね、その、まあ、店員さん、例えば店員さんですよ。店員さんがそのお客さんに対して、すいません、なんかこう、待たしちゃってっていう一言かけてくれたらば、もう忙しいんで大丈夫ですよ、気にしないでくださいって言って、その一言、相手のこと、その、自分が、マイナスなことが置かれているかもしれない中で、相手を、気遣える気持ちっていうか、そういう心って、やっぱりなんか人間出すなって感じがしますよね。すごいそれ得じゃないですか、なんか。だって、あ、もうこれ持たしちゃった分、ちょっと申し訳ないから、こちらがないから、プレゼントしましょうっていうふうに。だから相手が、ギバーになってくるんですよ。相手がギバーになってくれる。もうだってこっちはもう時間奪われてるから、さらになんか奪ってやろうじゃなくて、相手を気遣ってあげようとかね、そうやって自分じゃなくて第三者、自分じゃない誰かにそういう時に気遣える気持ちっていうのはもうすごい大切だと思っていて、自分がギバーになってるわけなんですよ。与える側になってるわけですよね。結構これいろんなところで出てくるんですけど、ギバーとテイカーってね、二つの人種がいるということで、ごめんなさい、説明が漏れてしまったんですけども、ギバーとテイカー。まあ、ギバーはそのまま与える人で、テイカーは奪い取る人っていう意味ですね。だ基本的にさっきみたいにイライラしてる人はもう時間をとにかくもう早く急げ急げぐらいの感じでもうテイカーなんですよ。すごいもう取っちゃってる。相手の時間もなんか焦らせて、もう気も取ってしまうし、それでわざわざ時間せら、すいません、たかがさ、5分ぐらいしか待っていらんないにかかわらず、それで相手の急がせる気持ちとかそういうね、なんか心境とかもそういうのすべて奪った上で、もうイライラしてる。もうどこにプラスが生まれるんですかって話なんですよ、それが。生まれないですよ、そんなんで。だって、イライラして相手もイライラさせてる。もう最高じゃないですか。もう両方イライラしてる。何ですか？これもう戦争が起きそうな具合ですよ。もうこんなの。場所によってはもう戦争ですよ。もうなんならもうその性格のまんま、いろんなところでやってみてください。もう最終的に自分がどうなるかっていうのはわかりますから。多分孤立するんじゃないですかね、そういう方は。わかんないですけど。だから、いるんですよね。そういう人が。で、そうやって損ばっかりしている人もいるのに対して、同じことですよ。だって同じ、例えば待っている時間帯だとしても、今こちらでなんか暇つぶしながら、あ、別にそんなに慌てなくて大丈夫ですよ。丁寧にやってもらえれば大丈夫ですよ。みたいな感じで言ってくれれば、それはもう相手を気遣ってくる。両方とも、もうギバーになってるわけですから、あ、わかりましたって、もう次のなんかサービスでちゃんと返そうっていうふうに気になってくるんですよ。両方とも幸せな気持ちになってくる。もう相乗効果ですよ。こんなんで先生は起きるわけがないと。なのでですね、やっぱりこういう、もうちょっと熱弁しましたけども。自分の身に起きたことをそうやってまあ説明させていただくとですね、やっぱりこういった人種のね、差があると。で、結局最終的に渡航していくのは、そうやってギバーの方なんですよね。やっぱ与える側に回ってくれている人の方が、やっぱりなんかいろいろも渡航していると。多分、もうその一瞬で切り取ってしまえば、そんな、もう忙しさ、せかしてたりとか、忙しさとか、まあ、はたまたもっと言うと、値引きをせかすような人。もういますね。中にはね、そうやって、場所によっては、コンビニで値切らないくせに、そういう個人商店行った時に値切り出す人がいるじゃないですか。なんでコンビニでも同じことやれよと思うんですけども、そうではないと。なんだったらもう、余計に、いや、全然定価で払いますぐらいのね、ことを言って、あ、ちなみに僕はそういう派です。僕は定価で払いますとか言う派ですね。別に値引きしなくていいんで、もう定価で払って、別に何でもしてくださいっていうふうに僕は言うんですよ、基本的に。お金を払えば払っただけ、後で回収できるんで。っていうか、自分のところへ、回り込んでくるんですよ、お金が。もうこれもちょっとまた違う回でね、お話したいと思うんですけども、まあそういうふうにですね、やっぱりギバーっていうのは、基本的に得をする人種であって、まあ人徳をね、重ねられるっていうところがあってですね、逆にテイカーっていうのは、奪い取る側ですね。まあ、略奪者って言い方が正しいでしょうかね。テイカーっていうのは基本的に略奪者になっていってしまうので、最終的に残るのはもう自分の体だけ、まあ孤立するっていうね、そういう人生が待っているので、やっぱりそういうふうに皆さんもね、あとどちらがいいかっていうのを、心の中で一応考えてですね、これからの行動に、転換していってもらえればいいんじゃないのかなと思っております。まあちょっと、本当に熱が入った今回なんですけども、まあ実際ちょっとね、目の前で見てイラッとしてしまったんで、そうやってね、なんか、待ち時間イライラしてると、こっちもなんかもうマイナスのイメージを受けてしまって、もうこれは良くないぞと、なるべくそういう人を一人でも減らそうというつもりで、この、お話をさせていただきました。
今回はこれで以上です。グッドボタン、チャンネル登録とですね、各 SNS のフォローもよろしくお願いいたします。よく、SNS ではですね、みんながちょっとでもね、幸せな気持ちを味わえるようなことをですね、まあ、ぽつりとつぶやいたり、写真を、アップしたりしておりますので、まあ、興味のある方だけ、まあ、ご覧いただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。